さあやっていきましょう。どうもアザラシです。はい、今回の動画はアザラシアナリティクスということでね、アザラシのこのチャンネルのアナリティクスを見ていこうっていうね、恒例の企画なんですけども、300人突破記念アザラシアナリティクスですね。恒例って言ってたのいつぐらいだろう、2年ぐらい前かもしれん、下手したら。うん、一月に1回ぐらいアナリティクスをしていこうと思ってたんですけど、まあそれはもうね、途絶えてますね。一番の原因はこれ、推定収益0ドルっていう、やっぱね、前の月に何ドル受け取ったっていうのをこうつまびらかにしていくっていうのやったら面白いだろうなと思ったんですけど、残念ながらゼロなんでできなくなったんですけども、いやー、今回ですね、300人突破したっていうのもあるんですけど、実はもうダブルで結構どっちも突破したなっていう日で、実はですね、昨日付けなんですけど、総再生時間も4000時間を超えたんですね。収益を受け取るための条件が2つあって、1つはチャンネルの登録者数が1000人以上、もう1つが総再生時間が4000時間以上ということで、動画の再生時間、年間の総再生時間の条件はね、これでクリアしたってことになります。素晴らしいですよ、素晴らしい、拍手、よう頑張った。この間の人気動画見てみましょう。この1年間、つまり総再生時間4000時間を支えた動画を見てみましょう。はい、圧倒的に90秒ドローイングね、これこれまあ嬉しいよ、嬉しい、上げた動画が賛成されてるのは嬉しいけど、なんか自分の実力じゃない感がすごいよね。見てみよう、もうちょっと詳しく見てみましょう。てれてん、わかりにくい、アナリティクスわかりにくいんだよこれがな。平均視聴時間じゃなくて総再生時間が見たいんですけど、ちょっと見れんかな。あ、これかな、見えないですね。あ、これか、あ、これですね。いや、もうすごいね、こんなところまで見る。さあ見てみましょう、1年間で見てるかな、1年間で見て、さすがに1年で見ると4位ですね。30ドル後に4月に上げると4位ですね。そう見ると野球つくが牽引してる、うん、シャープ123、これが特に再生時間で言えば、焼きつくで言えば稼いでいたけど、いやー、90秒ドローインが2000時間どうなんですかね全体の半分は、だ、自分の再生されてる動画の時間の半分は90秒ドローイングということなんですね。意図しなかったから、素直に喜んでいいものかどうかっていうのと、地味にこの辺のね、アザラシお絵描きとかが実は再生されたりしてたんですね。これも不穏不穏なんですね、個人的には不穏だって、だって俺絵下手だもん、絵下手だからあんまり人に見せられるレベルの絵を描いてないっていう自信ね、そういう自負があるっていう感じですね。1年間で見るとこういう感じです。ほぼ、まあ、残りの2000時間分を、まあ他の動画で埋めてるっていう感じですかね。なかなか。で、これ、過去28日とかで見ても多分ね、傾向変わらないんですよ。はい。ね。やっぱり90ドローイング系が伸びてると。なんなら800時間のうち487時間で1年間のペースよりもなおのこと90秒ドローイングの動画の割合が増えているということなんですね。ここに来て2年前に上げた動画がここに来て再生されてるっていう不思議な現象が起きてます。不思議ですね、非常に不思議な感じ。まあゲームの実況結構ね上げてはいるんですけどね、最近上げてる動画といえば、最新は子猫で遊んでますけど、うちの猫で遊んでますけど、アーク、スパロボ、焼きつく、鍛え、タコ、絵描いて、
ソウルキャリバー鍛え、アーク、ソウルキャリバー鍛え、ソウルキャリバー焼き付く、絵描いてる、鍛えっていうのがあの具合でね、まあなんだろう、バラバラしてますねこれという定型を持たない実況者みたいになって、なんかね思ったんでさ、この辺りでハッと気づいて、あ、ずっとアザラシのアイコンが右下に居続ける、これは良くないなと思ったんですよ。なんか続きすぎててキモいなっていう、そのことに気づいて ここで左にしてみたり、かぶせてみたり、いなくしてみたり、左にしてみたりという風なねことをしてる、小賢しいことをしてます。うん、サムネがね、サムネが似たり寄ったりになりがち。 VTuber、 そうです、 VTuber 化もしたんですね。 VTuber 化した恩恵っていうのは多分ね、アナリティクスからはほぼ感じ取れないっていうのは現在の状況です。こうですから、28日間再生回数が通常の3000から4000のところがよりだから1万ぐらい増えてるんですよ、この28日間が。1万くらい、なんならこの4日間3日間ぐらいがえらく再生されてる。何が再生されてるのか、ドローイング系なんですね。鍛えとか多分見られてないとは思うんですけど、めっちゃ頑張って編集してるんです、実は鍛えは。で、個人的には結構手応えのある動画を撮れてるんですよ、鍛えは。まあまあ手応えあるなと思う、まあまあ自分でも見れるなっていう動画を上げてはいるんですけど、いや、いかんせん再生数がそんなにって感じですね。結構鍛えって今でも結構好きなファンとかがいてくれて、コアなファンとか残ってるなっていう感触をつかみつつ、もう大好きな鍛え、大好きな北海道を紹介できるっていうことで気合い入れてやってはいるんですけど、まあ、伸びないでしょ。伸びないっていうか、まあすぐ伸びるとも思ってはないんだけど、まあそうだね、一本一本ちゃんとこう、満足のいく動画をね上げていくってこと大事なんでしょうね。そうは思いますけども、最近上げたのではこの手長だこの宝揚げ、これはね非常に手応えがあります、動画としてね。だからこういうちょっとずつ自分では手応えのある動画を上げてはいるんだけど、全然手応えのないスパロボの実況がなぜか再生回数777人、これ多いんです自分の中ではね、これも腑に落ちない多分こういうのって誰か有名な実況をしてる人がいて、そこのサムネに出てきて、あ、間違って押しちゃったっていうパターンですね、これぐらいの再生数のやつはね。自分が持ってる数字は多分これだけ、焼きつくの35、これぐらいがなんかこう自信を持って自分が動画を上げてちゃんと見てくれてる人が見てるんだろうなっていうのが分かる数字はこれだけで、他の動画上げてあんまりこういい感じに跳ね返ってこないのは、まだまだなんだろうなっていう気がしますね。まだまだこうクオリティ上げて見てくれよ、これを200人突破しました記念のジェットセットラジオなんて10回しか再生されてない、10回、たった10回、多分自分の 1,2 回があるからもう8回ぐらいだよ、誰か他の人がやったのでもねすごいよね、5月10日に、上げた動画で200人突破しましたって言ってるんですよ。で、100人増えるまでに1年間かかってるんですね。で、今日、300人突破じゃないですか。ね。1ヶ月足らずで、1ヶ月足らずじゃない、1ヶ月をほんのまあ、1、2週間で、100人増えたんですよ。これは、何か記録に残しておきたいなと思っていて、それがこのアナリティクスなんですね。100人も増えたって、え？っていうことですよ。ですよ。28日間で69人だから、正確には30日間とか1ヶ月っていう単位じゃないですね。どれくらい100人増えたんだろう。6月カスタムするか。8か8。
あ、ぴったしだ。5月8日からの、1ヶ月と、プラス1週間ぐらいかな。で、100人増えたわけですね。しかも増え方のこの、ここ数日間がえらく伸びたという。何なんですかね。すごくいぶかしがってます。何なんだろうなーって。多分再生されてるのはこの間90秒ドローイングです。そうか。100人増えるまでの動画がね、何が人気だったのか、こうやって見ればわかるんだ。という感じですね。なんなら、こっちよりも、こっちの方が伸びてほしい。と思いながら、こっちが伸びてるんですね。90秒ドローイングが伸びてるんですね。2年前に上げた動画だなんで、まあ、言わせてもらえれば、穴があって、自分でもうちょっとここをどうにかした方がいいなって思ってる部分があった状態で上げてる動画なんで、それをこう、そのなんかこう、もうちょっとの部分をちゃんとしたのはこっちなんですね。こっちの動画。なんで、できれば90秒ドローイングを見てくれるよりは、こっちの30秒の方を見てほしいんですけど、なんか、なんだろうな、検索したら Google のトップとかに出てくるとか、そういう感じなんですかね。60秒とか90秒とかね、検索したら出てくるっていう感じなんだとは思いますけど、まあこれ人気のコンテンツなんで、自分の力ではないなと思いながらも、大事にはしていかなくちゃいけないのかなとは思ってます。だからまあこの人の人物のやつに限らず、例えば車とか猫とかを背景を白にして、でいろんな角度から30秒で書くっていう風なのも上げてもいいのかなという風な気はしてます。まあ、こういうのはね、動画で言える話、動画、そのこういった中の動画で語れる話じゃないんで、アナリティクスで話せていいんじゃないかなと思いますけど、まあもうちょっとね、あの動画のバリエーション、まあ料理にしろ、他にもいろいろこう絵描くにしろ、やっていければいいかなとは思ってるんですけど、あ、結構話してますね。これ、編集が必要になってくるわ。さ、まあ、こんな感じですね。チャンネル登録者数100人来るまでこんな感じでしたっていうのと、まあ、最近の動画の傾向、まあ、これからどういう風なことをしていくかってことを語れたかなとは思いますが、まあ、どうなんですかね。このペースはね、維持できないとは思います。1日で8人とかだったら、10日で80人増えて、100日で800人増えるんで、チャンネル登録者数1000まで、100日、いやそれはないわな。まあ、伸びてはいるけど、少し悩みもある、みたいな感じではあるんですけども、まあ、300人、行きました。ありがとうございますって、これをね、これをちゃんと言っていこう。ね、300人ってすごいよね。ね。すごい。こんなにたくさんの人が。俺を見に来てるわけじゃない。このチャンネルが役に立つから見に来てるだけなんだよな。役に立つコンテンツを上げれてるっていうのが、まあ一つ、よしとしましょう。じわじわとね、まあ、一番声が、って思うのは、やっぱり自分自身の絵がそんなに自信がないし、下手だと思っているっていうところがあるんで、まあそれに負けないようなね、絵を描けるようになると、少しは胸が張れるかな、とは思いますね。はい。はい。じゃあまあ、こんな感じで。次ね、また、400、500。チャンネル登録者数をね、増やしていきたいなとは思うんで、ここら辺あたりからはね、なりふり構わず増やしていきたいかな。あんまり恥ずかしくない数字になってきたんで、胸張って YouTube の動画上げていこうと思います。まあ、俺が見られてるわけじゃないっていうのは、基本に銘じながらね、下手な動画上げると普通にチャンネル登録者数はガッと減るなっていう風な意識でもって、動画上げていきます。頑張ります。それじゃあまた動画上げますんで、その時にはまたよろしくってことで、今度また。